自分でやってる人たち、なんか領収書のたまにこうやってやって、もういつまで経ってもそういうことを続けてるとですね、それ以上の、稼げる人にはなりません。ステップアップしませんので、ぜひですね、僕は税制とか、税法って毎年変わってるんですよ。で、本来だったら脱税になるようなことをみんなやってたりとかするケースもありますし、税理士さん毎年そういうのをチェックしてるんで、税理士さんにそういった情報を聞けるというメリットもありますし、税理士さん結構補助金だったりとか、そういった便利な制度についてめちゃくちゃ詳しいんで、実際頼んでみた以上の額のなんかね、控除だったり補助金だったりいろんなことをね、受けられる可能性がすごく高いんで、僕はね、もう30年間、青色申告を始めてからですね、30年間ずっと税理士さん頼んでます。一番最初申告したのは白色申告だったんで、白色申告の時だけ窓口行ってやりましたけど、白色申告はもうめちゃくちゃめんどくさい帳簿とかつける必要ないんで、それは簡単なんですけど、青色申告やるんだったらもう自分でやるのはあまり僕は選択肢としては良くないなと思います。もう一つ、インボイス制度、インボイスってそもそも請求書って意味なんですけれども、インボイス制度に対して最近なんかフリーランスの人とかね、この間も僕ツイッターで反応してましたけど、なんかフリーランスの声優さんが困るっつって運動を起こしたりとかしてましたけれども、このインボイスってのはもともと請求書って意味です、英語でね。インボイス制度っていうのは的確に消費税を納める事業者、こういった人たちになるのかならないのかみたいな制度でございまして、消費税とは皆さんご存知の通り今 10%、 そして軽減税率、 なぜか新聞とかがですね軽減税率になってて、新聞ってそんなに社会的に必ず必要なものなのかと思いますけど、あれ多分ロビー活動の成果ですよ。要は新聞業界が政治力持ってるからそういう風になってるだけで、本当クソだと思いますけれども、要は軽減税率っていうのが適用されてるわけですよね。要は 10% と 8%、 僕その時も文句言ったんですよね。シンプルな税制の方が全然良くて、 10% に全部一本化すればいいのに、 8% と 10% って多分公明党さんとかその辺がいろいろ圧力をかけて、こう日用品とか生活に必要なものは税率がいきなり 10% に上がると困るみたいなことを言って、最終的にその軽減税率っていうのは政治的に認められてしまったように思いますけれども、実はこれインボイス制度を導入するための引き金になってるわけです。どういうことかというと、今現状ですね、消費税っていうのは要は例えば物を仕入れた時も消費税って 10% かかってるわけです。軽減税率だと 8% で、仕入れた先に仕入れたものを今度は何か付加価値をつけて多分売ると、もちろん消費税を、付加して請求をするわけですけれども、これがだから仕入れた時の消費税を控除しないと二重に消費税を支払ってしまうことになってしまうので、売上先に対してね、請求をして消費税、もう分も取るんですけど、その消費税分は納めなきゃいけないわけですね。国税庁に納めなきゃいけないわけですけれども、仕入れた分にも実は消費税入ってるんで、そこの分は控除していいことになってるんですね。で、そういうルールだったんですが、今回から 8%、10% になっちゃって、これ両方とも、これは 8%、これは 10% みたいにやらなきゃいけなくなって、結構煩雑になったわけですけれども、それを、割とちゃんと、処理できるようにするために、今回インボイス制度ってのを作って、すべての課税事業者、消費税の課税事業者が、インボイスの登録番号を得て、それを請求書のところにちゃんと明記して、それによってその事務処理を明瞭会計で、分かりやすくしていきましょうねっていうような形でインボイス制度っていうのは導入されてます。まあそもそもそういうふうにすべきだったんですけど、最初からね。で、今回なんでこんなに大騒ぎになってるかっていうと、免税事業者の扱いなんですね。そもそも売上高が1000万円未満のですね、事業者というのは免税事業者になることが認められてます。免税事業者というのは何かっていうと、消費税を付加した形で、 10% の消費税を付加した形で請求したとしても、例えば1万1000円、請求すると、通常はじゃあ1万円のものに 10% の消費税かかって1万1000円ですと請求をすると、1000円分ね、消費税取ってるわけで、これは本来国に納めなきゃいけないわけですね。国とか地方自治体ですね、に納めなければいけないんですけれども、この10% の1000円分を免税事業者はそのまま懐に入れられるんですね。免税、つまり税を免除されてるんで、お金払わなくていいわけですよ。で、このことを益税って言います。利益の益に、税と書いて益税って言うんですけれども、この益税が
実質的に認められなくなるんじゃないかっていうことでめちゃくちゃ大騒ぎをしてるわけです。 10% 結構でかいですよね。実はだから免税事業者って 5% から 10% になってその分得してるんですよ。わかります？要は消費税 5% の時は1万円請求したら500円しか益税もらえなかったのが 10% になったら1000円になってめっちゃ得してるんですよ。で1000円だって懐にどんどん入れられるわけじゃないですか。ラッキーじゃないですか。ということを実は最近ずっとやってきたわけですけれども、消費税のね、納税事業者の番号を取って、インボイスで認められた業者にならないとですね、今度はこれ、仕入れ先がインボイスを取ってるところから仕入れていたら、その分 100% 免税が認められるわけです。例えば1万円のものを1万1000円で買えます、消費税込みでね。そうすると1000円、消費税が国に取られるわけですけれども、その1000円分を、仕入れ先は1000円分払ってるわけですけど、その1000円分をですね、その業者が、自分たちが売り上げた消費税分から差っ引くことができるんです。これは 100% できるんですけど、免税事業者だとこれができなくなるわけですね。つまり免税事業者から1万円のものを買いました。1000円、の消費税がかかってます。だから自分たちが売り上げた先の納めるべき消費税からこの1000円分を本来は控除できる、差っ引くことができる、税金が安くなるんですけど、免税事業者から仕入れる場合それができなくなるから、基本的に仕入れようとする業者はですね、その免税事業者に対して消費税の納税事業者になってくださいっていうわけですよね。そうしないと困るじゃないですか。ということですごくトラブルになってて、下請けの弱小の事業者さんが、割り送ってですね、その益税がもらえなくなる、つまり 10% 分ね、例えば売上が900万円だったとしたらどうだろう、90万円ぐらい分を納めなくてよかったのが90万円納めなきゃいけなくなってしまうということをですね、ブーブー文句言ってるわけですね。でも本来はこれ、本来は国とか地方自治体に納めるべき税金だったのをたまたまもらってただけで、そもそも消費税の趣旨としていきなりね、零細の事業者さんがプラス消費税、まあ、最初 3% だったんですけど 3% 付加して請求したら、困るんじゃないかと、下請けさんが切られてしまうんじゃないかとか、いろんな配慮があって免税事業者という制度、あとまあ本当個人とか小規模零細でやられてるところが多いんで、事務作業が大変になるからということで免除されてたのが、まあ、今回軽減税率の、が始まったんでいい機会だということで、これも事務処理煩雑になっちゃうんでインボイス制度始めましょうねと、これはまあこれ本来の形なんですね。でそれに対してブーブー文句言ってるのは本来本当は筋違いなんです。さらに言うと、実はこの制度2023年の10月1日から施行されるわけですけれども、ここから3年間は免税事業者から仕入れても 80% 分は実は控除されるんですね。でその後またね、3年後ね、2026年の10月1日からまた3年間 50% 免税事業者から仕入れても大丈夫、 50% 分は控除できるという制度があって、すごく配慮してるんです。めちゃくちゃ配慮してんのにあんな反対運動とかをするのは、僕はちょっと筋違いなんじゃないかなっていうふうに思います。